全視点あるだけ坂上の宅になってると思うんですけど、うんうん、4人かな。鬼木は最初に情報を出してる、で魚さん位置的に、でガミさんは直近って言ってるじゃないですか。僕以外全員白予想が1個ずつあるから、どうしようかなと思って、このボタンが白いと思ってる。いや、そう、このボタン白いよ、ね、白いよこれ、うん、これ結構白いんだよ。だみんな対等ね、今白いです。クルメイトお願いします。早いね、ナイス。あと 6% よ、あと 6%。まあ、さあダウンロードは終わると、これはもうクソボですかね。あ、これクソボでしょ、来ますか。これはまあサボは入るだろうな。おー、はい、早いですね、直しました。ナイスナイス。ゲーム、富士宮赤い、はい。早いねー。早いね。早いねー。これは早いよ。順調です。魚さん、タスク終わりますか？ん？終わる終わる。終わります。順調順調。すげえ順調。アーカイブの円卓の周りぐるぐる走ってましたけど。マック食いてー。なんかジャンキーなもの本当に最近食ってねえからな。マック食いてー。さあモモシンを置いて、早いよ。あら、あ、あららら。バイタル情報あります。コミュサボ明けに見たとき全員生きてて5秒以内の記録です。あ、ほう。ん？5秒以内か。開けたときに全員生きてたのか。開けたときは全員生きてました。はいはいはい。直したのって声。あ、どうぞ。いいよ。あ、トータさんキッチン分けです。あら、マジ？え、確かプテシンが直したんだよね、コミュ。これキッチンだっけ、エンジンじゃない、キッチンじゃない気がする。エンジンはだと思う。これってゲンさんから証言出ないですかね。ゲンさんから証言出ないんだったらゲンさんがやってそうに僕は見えます。あの、アーカイブにトータスゲンの順番で入ってきました。僕タオル入れてました。うん、だから私右に置いてきた認識です。で、アルマさんを昇降機右に、昇降機右に置いた状態でヌーンを左から右から左に使いボタンを押してます。右にトータさんがいるんだったらゲンさんキルできないですよ。僕がダウンロードが終わったタイミングでコメサボが鳴ってて、うん、でその段階でゲンさんがヌーンに乗って左行って、で僕がアーカイブシャワーで、シャワーで死体探しをしていて奥まで確認し、死体はないです。ね、アルマさんと私が昇降機見て合流する本当にその直前にアーカイブでトータさんを私は見てます。だから竹雄さんの情報自体は合っています。はいはいはい。5秒以内っていう死人だったら、あ、まあバイタルだったらゲンさんできなさそうだね。そしたら
てかね、アルマさんもし見てないんだったらラウンジとか貨物方面に流れてる感じだと思います、ね。まあ、右っぽいですね。僕もシャワーの奥まで確認してるんで。うん、じゃあ、シンペかなはできない。はい。左にいる。はい。じゃあ、そこに伏見や、ピカさんも無理あ、でもね、伏ピカもいたから、コメサボ前あたりに、うん。この4人を弾いてほしい。神さんはどこにいました？コミュ分けにバイタル見て、今、診察のダウンロード右ぐらいです。高田健志がおそらく無理、セキュリティのアップロードしてる、俺が入ろうとしたら高田健志がそこから出てきてて、多分キッチン方面に向かってるはず。はい。最後は天望的の配線です。あ、魚は分からないな。俺はね、セキュリティのアップロード入ってるんだけど、時間軸的にはね、エレクトリカル戻ってメインホールでシャワー室行ってっていう感じの時系列になっちゃう。メインぐらいまでかな、行け。まあでもメインかシャワー入れるぐらいかな。バイタルにガミサイルから、うん、ちょっと厳しそうだけど。まあ一応突っ走ってって僕の前をトータスさん走ってメインに行ってるぐらいしかないかな。あれでもラウンジ側に抜けてるんじゃなかった？ゲンさんと行ってる。ゲンさんとその詳細な位置を話すと、コメサボが鳴ってるタイミングで僕とゲンさんが昇降機右に行ってゲンさん脱んで、でその後僕がアーカイブシャワーって行ってるから、その前にトータスさんがアーカイブにいたって証言だから。うん、おい。さっきあれエンジン分けキッチン分けだっけ、どっちかわかんねえけど、シンプテトータスですね、湧いたのは。もう関係なかったか、湧きは。まあいいか、ノイボだね。ナイス。あれもそうか。なんかどうしましょうね。実施点あるたけさ、実施点てか全視点あるたけ坂がミーの宅になってると思うんですけど、4人かな。鬼木は最新情報を出してる。で、魚さん位置的に、で、ガミさんは直近って言ってるじゃないですか。はい。僕以外全員白要素が1個ずつあるからどうしようかなと思ってます。このボタンが白いと思ってほしい。いや、そう、このボタン白いよね。白いよ、これ。うん、これ結構白いんだよな。みんな、タイトルネーム白いです。結構アルマー剣とかかなと思ってたけど、でも白くなった。アルマーはサボ直してるからマットはない、ね。あ、そうですね。停電2ターン目に、うん、でなんか最近僕思うんですけど、2、3ターン目に停電速直しする人って絶対狂うじゃないですか。それはわかんないけどね。白いなんか統計学からですね。つまりだから僕は狂うです。あ、自分に言うんだ。はい、あの武雄さんってアーカイブの源さん、トータスさんを置いた後どこに行ったんですか？シャワーのタオルを入れた後にメイン方面に行ってます。あ、アルマさんから白が出るポジションではない。あ、まあ実施点はもう竹上坂は全員あるっちゃあるかなとは思ってます。ガミさんのバイタル情報に原始点で違和感はないです。アーカイブに、トータさん置いて、右、諸国見てアルマさんとアイヌに乗ってボタンを押してくれる時期ですなんで、うん、だからどちらにせよ多分ここでどうこうすることって難しそうな気がしてるんで、このボタンもいいボタンだからそのままタスクでいいんじゃないかなと思うんですけどね。うん、うんうん、まあ問題ないですよ、僕はそれでも、うん、あれ、え、魚最終地どこなんだっけ。セキュリティの絨毯、赤絨毯あたりだね。ああ、そっち。テープタスクやってアップロードやってで終わったから戻ったって感じ。停電中にアップロードやってるから、うん、で開けて戻ったって感じだね。だから俺がね、もし切ってる場合ってガミさんか鬼木アルマのどこかに陣がいないとおかしくなっちゃう、うん、まあそうね、そうね。でもなんか魚さんが切ってる場合ってトータスさんがシャワーからアーカイブに入った証言があるのにまたシャワーに戻ってってメインまで行ってる。まあ高田健志切ればいいかなとは自分で思っちゃうけど、マット否定されてましたっけ、はい、してないですね。まあ、ガミマット原因ポスターとかあるよね。あ、それはアルマ視点でない。そうです。原因ポスターの場合、アルマさんまでセットで陣内です、うん。リフトで右から左に行ってるんですよね、ゲンさんは。そう、私がボタンを押してるのは確定情報だと思うんだ。僕の。え、昇降機右とかで切ってるのもないの？アルマ、昇降機右でダウンロードしてるから。あ、入ってんのか。そうそうそう。うん、むずいね。じゃあわからん P よ。
長いこのターン。おーおー、そこ死ぬ。見てない。ゲンさんは見てます。ゲンさん見てる。ゲンさんは、中盤の方ですけど、エレキ言いました。で、エレキから上に上がってるはず、メイン方向に。ほうほう。じゃあ、シャワー側に行ってると思う。あとね、うん、ガミさんも見てるな。私、停電になる前ぐらいにキッチンに入ったんですけど、その時にキッチンからセキュリティに向かってるガミさん。一応藤宮最終石油行ってますけど、そこまでに死体はないです。ラウンジアーカイブシャワー全部見て死体ないです。今回停電直したのってアルマ？あ、そう、うんうん、展望で直してます。それはね、ピカフジで確認してる。うん、慎太郎ってどこ行った？シャワーの後、まあミーティングです。うん、最後は魚さんとは見合ってる、確認してる。でエンジンからちゃんとメインエンジン宿舎上っていう風に行く慎太郎を僕は見てる。それもそう、間違いだ。ちなみにね、メインも死体ないんですよね。メインない。全部の部屋を、僕も全部見た。歩くてでこう、うん、そう、ちょっと入ってレポート連打しながら歩いてたから。まあ多分するのって竹雄はあればじゃない。だからこの二人の話を。ね、あ、だったら僕このターン停電を直しているのをフジピカに展望で見られていて、うん、初手もエンジン脇で左に行っていて、その後エンジンメインって入ったタイミングでプテさんとずっとその後一緒にいるからかなり厳しいと思ってほしいです。ああ、そうなんだ。いやじゃあ、アルマ動きも結構強かったな。ちょっといい？僕は結構浮いてて貨物脇で、金庫タスクをしてからエレキに入り、エレキのアスタリスクのところにゲンさんが入っていくのと、左側に8番の左側に行くのゲンさんを確認してます。だからメイン方向に上がったんだと思ってる。うんうん。で残りの、レバータスクをして終わりなので、うん、まあエレキには誰も来てないっていうのがゲンさん以外はね言えるんだけど。あれメイン最終の人って高田さんでしたっけ？はい、俺はメイン最終で、俺も最終だよ。シャワーからメイン入って女性の前らへんで終わってる。え、シャワーから入って何も見てないですか？シャワーからメイン入って扉から扉と女性、もう女性の前らへん。ああ、まあ一応僕最後配線しながら、まあわかんない。チェルフっているんですか？いないか。今さら出てもちょっと1キル目でロラしてもらうしかないかな。まあ僕は竹尾さんに入れるかな。そうね、合わせないといけないから。インタロウ隠しろじゃねって思うんだ。うん、みんなの視点じゃないので、僕視点はナコナアルマが、うん、アーカイブシャワーとかで切ってる感じなので、ちゃんとおらしてください。僕ボタンないっす。決め打ちよな。まあ僕タスク終わるな。ナイスー。なんかタスク終わる気がするんで釣りは飲めます。タスクは終わります。まあ、一応藤宮視点で展望で、そうアルピカがいるのを見てるから、ルマが人外の場合はピカさんまで人外じゃないとちょっと厳しそうかなっていう気は、プテアルマが人外のパッケースってある？ああ、それはまあ、メインオニキが死んの場合はって感じよね。その場合って原産と初手白黒ラインになっちゃいません？白黒ライン、アルマさん自身が単体でトータスさん切る可能性ってあったよね。白黒ラインというよりかは、まあまあ別にあるとは思いますけど、まあ別に釣ってもいいですよ。多分タスク終わりますよね、何をしても。うん、うん、お、順調順調。終わる。どっちでも大丈夫です。まあ釣って1枚落ちたっていう前提でタスクしてもらうのが一番楽ではあるんじゃないですか、ね。え、藤宮ってどこ行ったの？うん、そのアルピカ見たと。展望でその停電が治った後アップロードしてからキッチン石油でテープタスク前で終わりです。待って、じゃあどこ行ったの？私最後ビッグの方に抜けてますね。ボタンを押しに行くために向かってます。まあこの中でタスクが1分以内に終わらない人がいるんだったら気持ちも考えるけど、1分半ありますね。1分半か。僕つって、まあ余裕かな。うん、余裕。まあいないんなら安定取るかな、うん、僕アルマ君は村っぽいと思ってるけど、うん、一応魚手で直します。今回なんなら僕が白になるんだったら魚さんも白なんでね、ミーティングで見合ってるから。そうね、魚さんボタン押してて慎太郎がいるから。そう、俺ねプテさんと宿舎前通るわけで、右の扉開けてミーティングルームのタスクやってボタン押したから、うん、プテシンってエンジンとその宿舎の間ですれ違ってる？うん、エンジンらへんだね。エンジン右上だったら、だったら実施点チェックもできないから、フジミヤがピカオしかないんじゃない？高藤、まあ俺もあんのか、そこ、うん、俺もあると思います。
プテさんって今回って停電とか直してるっけ？直してます。コミュサボ最速直してる。あ、オッケーオッケー。あれがプテさんなのね。じゃあそこの、そこの部分引けると。まあ、ピカさんやろな。このボタンが黒いわ。ローラー、ローラーをしなければならない人外のボタンだよな。僕視点は武雄さんだから、アルマほぼ無理だよ、さっきのな。まあ、最低でもマットだな。停電でいいんじゃないですか。あ、冷凍しちゃった。まあキッチンです、うん、で、大変申し訳ないんですけど、アドミン見てます。おお、宿舎とアーカイブの位置だけ覚えてる。はい、狭いよ。4秒前ぐらい、宿舎1、アーカイブ1、キッチン2を見て、コックピットからキッチンに向かって死体発見なので、まあ、4秒前ぐらいに。4秒前な。宿舎は藤宮かな。アーカイブらへん、魚さん、そこらへん。魚さんです。アーカイブは魚だよね。その2人は白。うん、あともう1がね、どっかあってから覚えてないんだよな。まあ、僕メインとかにない。メインにない。覚えてない。まあ、でも、こうなると藤坂弾けるならプテピカのタクでしょ。だね。たださっきのキルピカさん、藤宮氏ね、かなりきつそうだから、まあ、ライン追われるかもしんないけど、まあ、俺はプテさんかなって思ってるけど。藤宮視点で今回のキル僕無理でしょ。いや、キッチンなら全然、ベントがあるよ。じゃあ。宿舎から下って、俺ミーティングでタスクして、リフト降りて、手で直そうかなってぐらいだから。まあそうだね。うん。うん、まあでもタスクでいいと思う。うん。うん。タスクでいきましょう。僕はアルマ君が来ると思ってるから、それを信用するならプレハシさんが無理って言ってるんで、ピカフジの方があるけど、まあ、僕視点はピカさんだと思っています。おー、うん、私見てタスク終わってます。藤宮さんあるんだよね。だからあんまりアデミンが、ああ、手で直さない感じでいきましょう。手でいらない、手でいらない。ブイ、あ、なるほど、その位置か。ナイス。え、シェイク魚。本当だ。ずっと黙ってやがった。出なくてもいいかなって。なんか高橋さん釣れそうだし。あ、シェイク魚だった。絶対到達さなと思って。全体的には。